お疲れ様です。お疲れ様です。すいません、雨の中ありがとうございます。止んできた。止んできましたね。ありがとうございます。この企画は、はい、スポーツの勝ち負け以外の部分を深掘りしていくっていうトーク企画で、はい、今回なんと福村さん初回ゲストということで、やばいですね、初回。よろしくお願いします。お願いします。反省か不安です、ね、こういうスポーツの、まあ、はい、現役時代を振り返るとかってありました、うん、機会とかって。一回インタビューしてもらった時があって、これがどっち？こちらね。こっち。その時くらいにしか話してないかもしれない、はい、なるほど。今日はちょっとその現役時代のこととかいろいろと深掘られるんですね。深掘りますね。まあ、サッカー以外のところもなんか深掘れたらいいなと思うので、うん、お願いします。お願いします。スピードテックインテンシティ、スピードテックインテンシティ。ざっくり福村さんの今の経、これまでの経歴教えてもらってもいいですか？経歴ね、経歴か。まあ幼少期の時から、はい。生まれはどこ？生まれは大阪。あ、そうなんですね。大阪の寝屋川市生まれ。はい。で、幼稚園まで大阪にいて、なんで6歳まで大阪にいて、そこから、父親の仕事の都合で、転勤というか、まあ引っ越しをして、そこから実家はずっと神奈川にあるっていう感じ。で、まあ、小中神奈川で過ごして、で高校は、サッカーで宮城の常盤木学園っていう、仙台にある学校を3年間行って寮生活して、その後新潟に行って5年新潟住んで、でその後ちょっとだけ実家に帰って、で2年スペインに行って、で戻ってできて今っていう感じですかね。なるほど。サッカーはいつからやってるんですか？サッカーはあんまり覚えてなくて、でも多分小2小3とか、なんか9歳10歳とか、なんかそんくらいのタイミング、野球かサッカーでもやってて、あどっちかをやるみたいな感じの流れで、たまたまそのサッカーを誘ってくれた子が、まあ、早かったというか、サッカーに誘われた時期が早かったからサッカーしてるみたいな。うん、なんか始めた時はなんかポジションとかってどこだったんですか？始めた時は一番最初はフィールドをやってて、うん、でキーパー始めたのは小4とか小5くらいのタイミングだったかな、少年団で、うん、でなんか小学生の時はその少年団の方がメインだったんですけど、少女の方、うん、自分川崎市に住んでて、その多摩区のところでチームが1チームあって、そこの監督さんがたまたま試合を見に来てくれてて、でどうですかみたいな、女子のそのサッカークラブあるか どうですかみたいな言ってもらえて、でどっちも掛け持ちしてたみたいな。で男子の少年団でキーパーやりながら女子の方でフィールドやってたみたいな。結構パス出したりとか点まあ決めたりとかっていうのも、まあ経験というか昔はしたっていう感じなんですか？あ、そうですね。なんかこれもなんか変な話、少年団でキーパーやりつつ女子部でなんかそんなにあんまり、なんて言うんだろう、チーム数がやっぱ当時は少なかったから、そんなにめちゃくちゃ強いチームとかがなくて、で自分もそんなにフィールド上手ではなかったけど、一応やっぱその少年団でやってたのがあるから、他の子たちよりかはまあまあサッカーをちゃんとやってる、秋の大会、春の大会か忘れたけど、まあ、優勝しててそっちも、それとか川崎市の大会だから決勝が等々力でやるんですよ。へー小学生だからね。でまだ今みたいな等々力めちゃくちゃ改修工事されて綺麗なスタジアムじゃない、もうめちゃくちゃ普通の陸上競技場だった時にピッチ立ってて、それで女子の大会の決勝で一応点決めてるっていう
やばい、今じゃ考えられない、確かに。めっちゃ面白いですね。中学校の時も地元のクラブというか部活ですか？いや、中学はクラブで、なんかいろいろセレクションを受けたりとか、それこそあの JF アカデミー福島のところとか、日テレのベレーズの下部組織のメニーナとか、浦和レッズレディースのユースとかで、結局一番最後に今もチームとしてはなでしこ一部にあるスフィダ世田谷っていうクラブチームがあって、そこのジュニアユースに受かって、中学校3年間はクラブチーム、なんで高校は普通に部活で、親元離れて寮生活、入った当初って多分震災の影響とかってありました？ありました。ちょうどその時の、東日本大震災の時で、入学式が自分ら遅れてて5月入学だったんですよ。だからそれもあって、あのサッカー部も、グラウンドが使えなかったりとか、そもそも仙台に入れないっていう時期があったから、1年生で入るメンバーは一旦その入学までは部活参加せずに、まあ自宅なりで待機みたいな感じでそれぞれおのおの過ごしてて、でその間、サッカー部は、山梨とかにキャンプ張ってたりとかして、なんかサッカー部はサッカー部で過ごしてたみたいな。で学校が始まったりとか、まあ、落ち着くまでそこにいて、で5月入学のタイミングでみんなで仙台に戻って、そこから活動してるみたいな。だからなでしこリーグとかもちょっと時々特殊だから、その部活だけど唯一リーグに参戦してた学校で、3月からリーグが開始だけど、その震災の影響で結構バタ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 してホーム開催ができないから、時々ホームは東京でやったりとか、なんか結構そういうのは影響はあったかな、僕自身は。いつだっけな、でもそんなにめちゃくちゃ即戦力っていうタイプではなくて正直で、結構高1の最初のタイミングで足首かなんかでも怪我してて、夏とかまであまりちゃんとサッカーができてなかったりとかして、なんで夏の、高校サッカー選手権の時とかはまだメンバー外だったかな。高2ぐらいになってくると試合に出始めたりとかですか？高2も本当に1個上 の、 その自分の1個上の、キーパーがだいたいスタメンっていうのもあって、それは自分が1年生の時からその1個上のキーパーが3年生のキーパーを差し置いてスタメンだったのもあって、だからずっとそれは自分が2年になった時も変わんなくて、だからその週に2回は絶対、地元の男子のクラブチームとあの練習試合トレーニングマッチをしてたりとかもあって、試合する回数はすごい多かったから、なんかそういうのでちょこちょこ出たりとか、なんかずっとスタメンっていうよりかはやっぱサブの位置が定着はしていたかな、高2は。じゃあ福原さんのその3年生の時の結果でいうとどんな感じだったんですか？3年生の結果でいうと、自分らの代はなんか本当にこれはもうあの顧問の阿部先生からも言われてたんですけど、高校生に弱い年代って言われてて、同年代に弱くて大人に強いって言われてて夏のインターハイは、ベスト8とかかな、であの連覇途絶えさせててで冬の選手権もあの準決勝であの藤枝順心に負けて3位で、これもあの連覇途絶えさせててなんで大人に強いかって言われると、そのなでしこリーグのチャレンジ、今でいう実質なでしこリーグ一部相当のリーグを優勝してて、で国体も優勝しててそれなんか自己分析していくとなんか理由ってあるんですか？いやでもこれはもう本当に戦い方がちょっと大人びてた、なんかそのいい意味でも悪い意味でも、やっぱリーグの試合とかそう国体の試合とかって基本的に45分ハーフ、もういわゆる普通 の、 あのサッカールールの試合で、高校 の、 そのインターハイとか選手権とかってちょっと時間が短かったりとか、戦い方のプレースタイル的に高校のサッカーってもうガン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 前に行ってガンガン蹴ったりとか、
するような、まあ他の部活、なんかその他の学校とかそういうのが多かったから。でも時々ってやっぱリーグをずっと毎週戦ってきてると、その戦い方に慣れすぎてガンガン来られる相手に弱かったりとかそう、なんて言うんだろうな、なんか戦い、その45分っていう時間の中である程度流れがあってとか、自分たちのやりやすい形でサッカーをしてたものが高校のサッカーっていうこの場所になった時に、もうそれをなんか勢いで潰してくるみたいな、他の学校はなんかそれにおおみたいななっちゃって、あんまりなんかうまく自分たちの流れがつかめずに PK とかが多かった。自分たちのなんかその年はあんまなんか PK 上手じゃない選手がいっぱいいてなんか自分止めても外すからあれって思ったりとかその後、まあ、新潟アルビクスレディースに入ってると思うんですけど、うん、そこのなんか経路っていうかきっかけってなんかどんな感じだったんですか？新潟に関しては、どっちかっていうとオファーが来てたわけじゃなくて、自分が、練習参加したいって言って取ってもらった感じ。なんかそれもいろいろあって、その高3のやっぱ進路を決めるタイミングで先生とかと話す時があって、で今までその高校の時も特段キーパーコーチいましたよっていうわけでもなく、練習場もクレー、土だったからあんまりそのちゃんとキーパーを学ぶとか毎日キーパー練習ができる環境じゃなくて、それとかもあってやっぱキーパーやりたい、キーパー好きだからキーパーやりたいっていう時に、大学とか行くよりかはもうなでしこリーグ一部、その当時のトップリーグでやりたいっていう思いがずっとあって、で、まあ、それも含めて先生に相談したりとかして、いやでもかなえはもう大学サッカーだろみたいな感じですごい言われてて、あと、まあ、自分はその両親との約束があって、一応大学までは卒業してくださいっていう家のルールみたいながあって、まあ、それを条件をクリアできるところだから大学行きながら選手やってる。一応その通ってた大学も新潟と提携してたりとかして、一番最初6時くらいから練習スタートして、まあ、2時間やって、でクラブハウスでご飯食べて帰って、でまた次の日学校行ってみたいなサイクルはそんな感じで、3、4年生で時間できたタイミングは普通に朝コンビニ、早朝コンビニバイトして週2週3くらいでずっとコンビニバイトして、で2、3限とか、まあ2、4とかそれこそ3限だけとか出て練習行ってとか、まあフリーの時間とかは午前中もそのアルビレッジって練習場のことアルビレッジって言うんですけど、うん、アルビレッジって普通に、まあ、筋トレとかトレーニングして一回戻ってもう一回夜の練習行くとか、そんな感じのサイクルだったかな。いやその時ちょっとお金のことを聞いてしまうと、なんかチームに所属してる時にチームから、まあ、お給料みたいのは出てたんですか？うん、出てない、アマチュアだから1円も出てない。なんかどこまでこうクラブはそうサポートしてくれるって感じですか？練習場、ユニフォーム、練習着、あとスパイク、キーグローも、制限はあるけど、いわゆる、メーカー契約してない選手は、アルビア、アディダスがスポンサーだったから、そのスパイクとランシュ、トレシュとか、まあ、一式、自分がいた時は年間、スパイクは4足、キーグロー3本とかだったかな、は一応最低限支給はされてる感じで、ユニット、練習着、ご飯、遠征費とか、サッカーに関することはお金はかかってないかも。そのスパイク必要最低限の費用はもう全部チーム。その当時の収入とかで言うと、うん、もうバイトしてとかみたいな。ああ、まあでも自分の場合は、まあ、家のそのルールとしてさっき言ったみたいに大学までは行ってねっていうルールのもと、そこまではお金出しますよって言ってくれてたから、だからバイトとかも別にそのしなくても親が全部あの生活費と家賃と やってくれてて、だからバイトも本当はする必要なかったんだけど、まあ、自分がやりたいって言って一応社会経験みたいな感じで時間あるしみたいなでやってたから、そんなもう収入っていうよりかは
本当に漁師が出してくれてたみたいなで生活するみたいな。だから月こんくらい振り込むからその中で やりくりしてねみたいな感じでやってたな。なるほど。大学は4年で卒業してその後はまたクラブから紹介してもらった就職先というかそんな感じになっていく。あ、そうです。そう、大学卒業して1年そのまま新潟に残るって決めた段階で、まあ職場的にはその新潟総合警備保障っていうアルソックの新潟の本社に最終的には行ったんだけど、それもまあチームからの、紹介というか推薦というか、それでまあアスリート社員みたいな感じで会社が雇ってくれて、新潟の場合で言うと本当それぞれ職場が結構違ったりとか、同じ職場にも多くて 2,3 人くらいしかいなくて結構みんなバラバラだったから、そこによってやっぱ給料か、給料の月給制なのかもう時給制なのかもそもそも違うし、そこで勤務時間も8時間の人もいれば6時間の人もいるし、で休みとかもサッカーは月曜オフだけど、仕事はもう週5出てる選手もいるし、まあ、サッカーオフだったら仕事も休みの選手もいるしみたいな、もう本当にバラバラ。なんかそういうのはなんか どこで決まるっていうか、まあ、あなたはここねっていうのはどういう感じで決まるんですか？あ、それは他の選手はあんまり分かんないけど、自分の場合で言うと、3社くらい提案されて、こことこことここあるけどどうみたいな、でここの会社だったらまあこういうことやりますよ、ここの会社はこういうことやりますよとか、その条件とかその業務内容とかいろいろ聞いた上で、あ、ここがいいですとか、その自分の場合は最初一番最初提示されたやつがあんまり なんだろうな、フィットしなかった。だから店舗にずっと立たなきゃいけない仕事だか、トレーナーさんみたいなとか、受付とかやったりとかする人のところの職場だったりとか、もうそこの職場よりも自分は事務作業がいいですって言って一回あのチームに返して、でそれで戻ってきたのがそのアルソックの新潟本社でみたいな感じだったから、決まり方的にはボーナスとかはなかったけど、いわゆる業務時間的に自分は9時3時の6時間の1時間休憩、まあ練習が5時からだったから結構まあまあ良かった。でサッカーも、オフの日は会社休んでいいよっていう風にしてくれてて、でその、まあ、勤務してない日とかで給料が減るわけでもなく、月給ちゃんとこう固定で決まってて、でもう仕事がちゃんと自分の分が終わってればサッカーオフだったら仕事オフにしていいよみたいな言ってくれてたから、すごい待遇は良かったかもしれない。15年とかはどうでした？15年の皇后杯とか。15年の皇后杯がいわゆる自分の中では多分結構ターニングポイントで、新潟2年目の年で、アルビ入って自分1年目って怪我してて、夏のその国体の練習のタイミングで膝の後十字靭帯を切って、で半月板とかも損傷して、でなんかまあいろいろそのリハビリに時間がかかって、で結局その新潟入った1シーズン目はほぼサッカーできてなくて、でそれが明けた2シーズン目がの冬がその大会で、で最初の方シーズン通してもやっぱ最初の方って怪我明けだったから、でキーパーのその先輩2人いて、結局3人の中で一番下だったから、メンバー外の第3ゴールキーパーの位置にいて、そっから本当に最初の半年とかはずっとメンバー絡めてなかったりとかしてて、でも結局そのシーズン後半になるにつれてちょっといろいろそのキーパーの他のキーパーの先輩キーパーにアクシデントがあって怪我があったりとか、なんかそういうアクシデントがいろいろあって、もう自分が出るしかないみたいな本当にタイミング的に後半の後半くらいに初めて使ってもらえて、そっから皇后杯まで結局スタメンで出てる
んだけど、なんかちょうどほんと19歳から20歳になる時のタイミングで、その年の皇后杯が、だからそこのやっぱやっぱ注目されてるのは結局その一番最後の決勝だけど、その前の準決勝もベレーザに PK で勝ってて、結構自分は多分そこが大きくて、 PK 止めてるっていうのがあったりとか、まあベレーザに勝って決勝行ってるっていうのがあるから、なんかそこがすごい大きいターニングポイントで、そこがそうだね、なんか新潟の中では一番コンスタントにスタメンっていうのがに定着するきっかけになったかなっていう年、うん、なんかそのターニングポイントになった準決勝で、うん、なんかまあどういうところが、まあ、具体的にこう自分の中で変わったっていうか、チームの中のポジション変わったなって感じました。で、やっぱ勝ったっていうのがすごいでかくてベレーザに PK で勝った、皇后杯でトーナメントだから絶対勝敗がついて、リーグだったら引き分けって引き分けのままだけど、皇后杯トーナメントだからやっぱ PK まで行くと180分プラス PK 戦まで行ってるから、それを勝って PK も自分3本止めてて、それがすごい、その勝ちがチームメイトからの信頼が高くなったなと思ってて、自分の自信にもなったし、チームメイトからの信頼も、うん、ちょっと上がったりとか、コミュニケーションがうまく取れるようになったりとかはすごい一個でかかったかな。うん、結構やっぱ試合自体もすごい注目されてて、澤さんの引退が発表されてたっていうのもあったりとか、それこそその新潟の対戦相手ベレーザがそもそも澤さんの古巣だったから、やっぱベレーザがアルビに勝ってで、決勝がそのフルストの対戦だよねっていうのが、もうメディアのこのなんていうの、ストーリーがすごいあって、なんかなんだろうな、なんかすごいアウェーだったアルビって、その時なんか異様な空気で、なんでみたいななんかそんなん勝つしかないから新潟がそれもあって、まあまあ注目されてた試合で、あの PK で勝ったっていうのがあったから、その年に確かあんな23の代表とかも入ったりとかしてるから、やっぱ一番自分の中ではサッカー人生の中では一番の大きなターニングポイント、うんうんうん、まあ、メディアの思い通りにいかなかった決勝だと思いますけど、まあ、振り返ってみてどうですか？なんか結構自分感慨深いなって思ったのは、その幼少期の話をさしたと思うんだけど、なんか当時改修工事が終わったばっかで、めちゃくちゃ綺麗でスタジアムが、等々力スタジアム綺麗になってて、なんか自分このピッチにこんなすごいなんか皇后杯の決勝で立ってるって思うけど、やっぱ幼少期ここでゴール決めたんだよなって思うと、なんかめちゃくちゃ面白くてなんかそういえばゴール決めたんだよなって思って、だからその皇后杯決勝とかも自分が所属してた少年団の子たちが総出で応援しに来てくれてたりとかしてて、なんかあすごいなみたいな思ったりとか、この2万人以上が入ってるこのスタジアムの中でアルビのサポーターめちゃくちゃ来てくれて、本当に5000人くらい来てくれてたのかな、なんか4000人とか、多分本当にゴール裏結構埋まるくらい来てくれてて、キーパーってそのアップの入場フィールドより5分とか10分とか早いから、自分たちが一番最初に挨拶行くの、その時にうわーってなっててなんか今日も頼むぜみたいな、で愛してる新潟ってあの有名な、なんかに新潟のその応援の歌があるんだけど、それとか歌なんか背中で受けてる時にもうサブイボすごくて鳥肌がなんかすごいみたいな、なんかこれ多分自分一生忘れることないんだろうなって思うくらいすごくて、応援がスタジアムが異様な空気なのに、やっぱそこのサポーターさんの応援があったからなんか正気を保つってたっていうかなんて言うんだろうな、この感覚が、うん、もう本当に感動して今でもめちゃくちゃ覚えてるし、例えば別にサッカー以外の部分であしんどいな辛いなって思った時とかもちょっと思い出すし、なんかその時の写真とかを自分 iPad の写真あれだったかな、でも写真は撮ってて、なんかそれを見たら思い出すくらい、あ、でもこれはあれか、決勝、これ準決勝の PK の前だ
そのターニングポイントに、ね、そうそうそう、とかこれはなんかずっとこういうの待ち受けにして、なんか今でもすごい思い出すから、こういうのは応援してもらえるってすごい、なんだろう、幸せなことだなって思って、すごいそれはアウェーだったけどめっちゃホームだったみたいな、なんかすごい矛盾するけど今でも覚えてるし、結果負けちゃったけど、そこはなんか本当に多分いくつ年重ねても一生忘れることないなって思う。もう川澄さんがコーナーキックでボールを蹴るこの瞬間、あ、もう蹴りましたのタイミングで、もうなんてスローモーションに見えてて、でシュルルルルみたいな感じで、もうそのタイミングで、あ、自分出れないって判断はしてて、でなんかこの中の状況を見て、自分ポジショニングだったりとか、どこに打たれそうかとか、誰が触れそうかを予測して準備をするんだけど、もうその時点で、あ、やばい、澤さんにしかボールいってないみたいなこのボールがもうなんか澤さんの頭に磁石がある感じ、なんか吸い込まれてんのよだからもう、あ、やばいみたいな、でめちゃくちゃスローモーションに見えてるのに、もう、あ、澤さん、あ、澤さん、あれあれあれみたいな、でやっぱ澤さんがボーンって打ってこっちに決められてるんだけど、あ、もう届かないみたいな、あ、やばいやばいみたいなこの人すごいなって思った時点で、もしかしたら気持ちが負けてたのかもって今ではすごい思うかも。なんかそれこそさ、 WBC でさ、大谷翔平がさ、あの、憧れるんじゃなくて超えていきましょうって言った、あれが足りなかったのかなって、すごいそこの、なんだろうな、メンタルの部分とかの未熟さはすごいあったのかもしれない。結局新潟では何年間プレーしたんですか？新潟5シーズン。5シーズン。ラストシーズンから、まあ、その後海外とかも挑戦してると思うんですけど、うん、ラストシーズンとかはどんなシーズンでした？ああ、ラストシーズンはもうマジで、今だから言える話、めちゃくちゃ廃れてたね。本当に、引退したからこうやって笑えるけど、マジでなんか本当に申し訳ないことしてるなって思ったりとか。